皆さんこんにちは、ジーナです。今日はミニレビュー、セブンイレブンで買える新作アイス3種類、気になるものを買ってきました。はい、まずはこちら、みんな大好き板チョコアイスのカラメルプリン味。はい、中から出すとこんな感じです。まるで板チョコのような見た目をしたアイスですが、今回はこのプリン色をしていますね。はい、一口かじってみました。中からカスタード風味のアイスとカラメルソースが出てきましたよ。でね、これカラメルソースが入ると一気にプリン味になるんですけど、逆にカラメルソースがない部分はね、かなり味が優しめです。普段のオリジナルの板チョコアイス、結構味が濃厚でね、それが好きだって人も多いと思うんですけど、それに比べるとね、かなりマイルドな味ですね。なのでね、個人的にはカラメルソースもうちょっと入ってて欲しかったなというふうに思いました。この角度から見るとね、特にそう思いますよね。ちょっとカラメルソース少なめ。ただね、板チョコが、ね、パキッと割れて中からトローンとアイスが出てくる、あの食感はね、オリジナルと同じです。そこはね、嬉しいですね。はい、続きましてはこちら、アンデイコの新作です。トウキビチョコアイスバー。はい、中から出すとね、こんな感じです。まずね、びっくりしたのが超トウモロコシ臭ですよ。コーンポタージュみたいなね、香りがね、プンプンします。で、周りにはクッキークランチがついていて、見た目にはまさにトウキビチョコっていう感じですね。はい、一口かじってみました。トウモロコシパウダー入りのアイスにトウキビ風味のチョココーティングがされています。でね、食べてもね、超トウモロコシですね。結構ね、デザート感薄めかもしれない。優しい甘さのアイスのミルキーさと、あとトウモロコシの香り、そしてね、周りのクッキークランチがザクザクで、この食感はね、すごくアクセントになってて美味しいですね。ただ個人的にはね、こちらももう少し甘さとチョコレートのコクが欲しかったです。はい、最後はこちらです。一粒アイス蜂蜜バター。私蜂蜜大好きなんでね、これは楽しみにしてました。はい、蓋を開けるとこんな感じです。可愛いサイズのね、アイスがこれ6個入ってますね。これパッケージも可愛くないですか。はい、こんな感じでね、ピノをちょっとのっぽにしたような感じですね。表面はビスケットクランチ入りのバター風味チョココーティング、そして中には蜂蜜バター味のアイスクリームです。かじるとね、まずバターがきました。その後蜂蜜の風味がゆっくりきて、でこの表面のね、ビスケットクランチのね、香ばしさがすごくよく合ってるんですよ。コクがあって甘くて、とってもね、美味しかったです。私これがね、一番好きですね。はい、以上3点いかがだったでしょうか。セブンイレブンで買います。気になるところでぜひお試しください。ご視聴いただきありがとうございました。